囲まれた小さな国に生まれ、降り注ぐ光のぬくもりの中で平和な時代に育った。愛を阻む戦争もなく、飢えて死ぬ人もいない。捨てるほどのものに囲まれて、本当に欲しいものが見えない。400年前の森を切り刻んで、砂浜や川や湖をコンクリートで固めて、生き物たちを豊かさの生贄にしてゆく。気づかないうちに何かが変わった。愛しいはずの者たちを、ふとしたはずみで殺してしまえる、そんな息子たちが今増えている。生きてることは愛することだと本当は分かっているのに、自由なはずの誰も彼もががんじがらめの囚われ人なのか。ラレボリューション夢ではなく、今一人きりで心に決めた。ラレボリューション大事なこと、体中で感じるために、ラレボリューション流されずに、愛するものを抱きしめるために、ラレボリューション夢ではなく、今確かに心に決めた。確かに心に決めた。